皆さんこんにちは。長谷川商店長谷川慎吾です。本日はプードルを紹介します。こちらですね、 HKA5454 14番端子シルク 100% ネップの多いシルク 100% の糸にふわふわ加工を施した糸です。こちらのような、腹巻きとか、レッグウォーマーなどですねの雑貨など多く使っていただいております。でプードルの特徴は、光沢はほとんどなくなるんですけど、シルク 100% とは思えない温かみが特徴です。ゴムと一緒に編み立てることでふわふわした不思議な柔らかさが、特徴的な糸になります。はい、では、プードルの元糸になるプルミエの紹介をいたします。こちらが見本帳です。このプルミエは、光沢がなくネップが多いのが特徴のシルク 100% の糸です。色糸展開は、133色のソリッドと20色のかすり染めです。これらの糸を2本捻糸してふわふわ加工を施すとプードルが出来上がります。2本よりではなく3本より4本よりで番手変更をしたり、色の組み合わせでオリジナルの糸も作ることができます。よろしければ、見本帳などお問い合わせをお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。長谷川商店長谷川慎吾でした。